時間がないんで何か撮影しとくかなって思ったんですけど、もうコピーする時間もなくて、もちろんタブを書く時間もなかったんで、まあ、ちょっと軽く練習フレーズみたいな感じで、このスピニングトーホールド2っていう曲の、イントロのちょっとしたフレーズだけやっていこうかなと。やっていくというかもうパパッと、これかなり久々に弾いたんですけど、僕が高校ぐらいの時に、よく練習して、あのピッキングの練習になるんで、こういう、弾き切れてないね。よく弾いてたんですけど、これをどれだけ早く弾けるかみたいな感じでやってましたけど、そのまあ頭のこれだけちょっとやっとこうかなと。これを毎日練習すれば結構ピッキング上手くなるんじゃないかと。まず1の方はこういうやつでしたけど、こうかな。まあこれよりもやっぱりこっちの2の方が難しくて、これでほとんどこの曲は知らない人が多いと思います。まあ1はドリー・ファンク、テリー・ファンクのファンク兄弟の、テーマソングだったんで、よく知ってる人はいると思うんですけど、でまず頭というか、もう頭しかしませんけど、このこれをずっとやるだけで、これがまず、3弦の7、8、9で7で、次も4弦も7、9、7、8、9、7やね。7、8、9と違う、7、8、9で終わりや。こうや。3弦の7、4弦の9、7で、5弦の10と9タブー書いてないんでよく間違えますが、もう止めません。こうや。3弦が7、8、9、7、4弦が7、8、9で、もう一回3弦7弾いて、4弦の9、7、5弦の10で7、で5弦の9、4弦の6、7、9、3弦6、7、9、2弦の7、8、9。
まあこういうフレーズ、これだけですけど、またこの次のこういうやつはまたあのリクエストがあればやりますけど、これだけです今日は。これをまあ練習フレーズで使うということで、ただそれだけです。まあこの曲カッティングね、結構なんかね、あの割とやってみるとちょっと難しかったりもするんですけど、まあ全体的にやってほしいという人がいたらまたやりますが、今日はとりあえずそれだけです。で、以上になります。